はい、どうも、ジャガです。ユートバルやっていきます。またね、月曜日になってガチャが更新されたんですけど、まあ、これらですけども、個人的には微妙かなっていうことで、見送りしたいと思います。やっぱりね、クルトはもう能力高いかなと思ったら、意外とそうでもなくて、まあ、14のレベルなんで、こっから、まあ、増やせたとして、まあ、キーパーのスキル3つありますけど、その3箇所を上げたとして、まあ、90代いかないくらいっていうところかなって、まあ、曲振りすればね、まあ、乗ってくるかなと思うんですけど、まあ、そこまでね、その元値が80代前半なんで、そこまで高くは上がらないかなって、まあ、身長とね、まあ、このあたりのフィジカル自体がいいポテンシャルはあるんですけど、まあ、能力自体がそこまで強くないっていうので、まあ、あとはもう微妙ですよね。で、欲しい選手はね、そんないないっていうことなんで、メッシもいないしね。なので、まあ、日本代表もないし、まあ、今回は見送りかなっていうところですね。はい、ではさっさと50コイン回収していきたいと思います。最後ですね、勝利して終わりましょう。はい、お願いします。あ、やば。あれ、取れない。なんか取れそうで取れんな。なんかパスが合わんな。やば、何これ。まず前半見ていきましょう。なんか流れ悪いな。北澤さん、今日は説明不要のメインストライカーですよね。バーティストゥータが出場していますよ。いや、楽しみですよね。はい、今日は彼を目当てにスタジアムに来ているサポーターも多いんじゃないでしょうかね。そうですよね。改めて彼の凄さ、どういうところにあるんでしょうか。なんか回らんな、ボールが。ストライカーとしての嗅覚ですよね。なるほど。意識が常にゴールに向いてますよね。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。リベリ。これは合いません。なんか合わへんわ、ボール。スルーパスを出す。わかります。ここからですね。空いてますからね。縦行きたいところですよね。果敢なディフェンス。これはファウルではありません。すげえの出すな。これは簡単ですよ。チュアメニ。チュアメニからベンゼマ、サイドへ。ここは返す。守備陣クリアの対応です。とりあえずシュート打っていきたいな。まだゼロやからな。スローインを。うわー、キャンセルしたかったのに。このボールはカットされます。おお、いいよ。まあ、枠行けばってとこやったな。あったんですけどもね。ちょっと枠に行きませんでしたね。このスルーパスは通りません。ベンゼマ、シュワメリ、ここはドリブルだ。どう、こぼれた。うわ、あれがなんかもったいないね。トディバ、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。抜けてくる。お、インちゃん。リベリからグリーズマン。サウスカシュート。よし。から先に得点をもぎ取ります。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。いや、カウンター決まりましたね。そういうなんか、ね、お
取りこぼしがもったいないよね。え？フランス貴重な先制点を奪いました。やっぱり先制点を取るとチームに勢いがつきますし、他も盛り上がりますよね、はい、非常に気持ちよくプレーができますよね。大きく前線に入れます。でそこじゃなかったんやけどな。いやそれも違う。カウンターですよ。抜けてくる。そう狙った。仕掛けるか。カンテ、このボールをカットします。危ねえ。フランスカウンターを仕掛けていきます。厳しいディフェンス。柔らかいボール。バティスティータへ。嘘。もうあれあるからな。枠を外れていきました。思い切って狙ってきますよね。相手よりシュート数少ないので、そういった意味では積極的でいいと思いますけどもね。うわあれを当てていく。ベンゼマからグリーズマン。したチャンスだ。どうだ。あの辺ちょっとちゃんとやりたいな。メッシインターセプトを狙う。さあ繋がるか。いやそこじゃなかったんって。チュアメニやったんって。フランスはこのファーストハーフ終盤までリードしつつ、相手にほとんどシュートを打たせていないという状況です。ここまで打たせてないのは大きいですよね。守備が機能してますね。うわボール持ってかれてるやん。セカンドハーフもスタイルを変えずに行きたいですよね。ユカエルなんですから。え？これもオフサイドのようです。ライン高ない。フランスがここまでリードしていますが、北澤さん、この後ハーフ終了までの残り時間どう戦えばいいんでしょうか。もう前半もういいね。相手が前がかりになったらそこを突く形でいいんじゃないでしょうかね。さあリベリー、いい展開ですね。シュートに行くのだ。シュート。うわー冷たい。マルティネスのセーブ。こぼれます。さあチャンス。シュート。うわぁなぜ入らへんねん。中心ファールを取りました。いや絶対決めとかなあかんやろ。うわこういうとこやで。こういうとこ。うわぁナイスナイス。あー最後の余計。ここは大きくクリア。ピンチを出します。最初のコーナーキックになります。アルゼンチン。そうですね。うわなんか怖い。うわあぶねえ。うん積極的ですよね。相手よりもシュート少ないのでそういった意味もあるんでしょうね。いいですよね。あ今思ったけど決勝やん。このボールをカットします。ここで長いホイッスル。前半終了です。全然面白くない試合になってもうたな。展開がないね。さあ後半スタート。フランスとしてはさあこっからやな。リードはしてますけどもね、まだどうなるかわからないですよね。そうですね。後半の立ち上がりは特に気をつけて主導権を握りたいです、ね、ああもったいないねんな。ここはあっこまで行ってんねんったらシュートまで行ってほしい。エルナンデスからエルナンデス。さあムバッペマイナス。来た。出ていく。いやーなんであれが入れんねん毎回。セカンドボール拾いたい。これはファールを取られました。距離ありますよね。誰が蹴れんねん。グリーズマンか。いいたんじゃん。惜しい。これはわずかに右でした。曲がりすぎやな。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。タグリアフィ。速
ここもしっかりディフェンスしました。これはどうや、うわ止まってたわ相手も、うわシュートまで来たかったなあれ、あぶねー、ボールを取られることが多いんですよね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたんですよね。来た、えい嘘、なんでバグいけんの。いやベンゼマやったら今の枠いくやろ普通。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただなんか危ない、さらに求められるでしょうね。いやこっちは失敗か、止まって、バティストゥート、危ない危ない、やば完璧やばい、うわ最悪。あれが通るんだよな。おー助かった、なんじゃこりゃ、完全今のやばいで、超やばいプレーやな。俺もやばいけど相手もやばいな。うわぁ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。これを拾いたい。アルゼンチン、先ほどから見ていて前線の選手が北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いは、嘘やん、動かされてるって、やはり抜けるとチャンスになるところですからね。これはレッドの判定、アルゼンチン残るは10人となってしまいました。さあフリーキックのチャンス。いや今度は決めたい。結構曲がったからな。この辺から行っていいんじゃん。直接。ああ壁かいな。うわあもうこんなばっかりやん、なんなんこれ。さあ勝負だ、ボール向かってきますよ、うまくボールに行きました、振り抜いた、あぶねー、際どいボール、いや2回やってんだよあのディフェンダーのよくわからん抜かれてるやつ。得意のミドルシュートでした。このボール危険です、ユカエルなんです、ここは読んでいました。フランスカウンターを仕掛けます、よしいいね見えてる、カンテ、フォーマンが受ける、抜けてくる、フォーマン、セカンド拾えるか、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。アルゼンチンこれで交代枠をすべて使い切りました。カンテからグリーズマン、グリーズマン、グリーズマン、あーやったグリーズマン、ナイスアシスト。これで2点差、ベンゼマここはいい位置に詰めていました。いやポジショニングの選手が素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないと普通に反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。ベンゼマ今日2点目のゴールです。あ通らなかった。さあフランスさらに1点を追加し2対0としています。フランスとしてはナイスナイス、いい壁やったな今の。また一つ失点すると流れも変わってしまうので守備は引き締めていきたいですよね。はい、裏を狙う、いや止めるんやったらちゃんと止めや。さあカウンターのチャンスになります。このパス抜けてくる、ベンゼマに渡る、これは届くか、このボールに触ります。オフサイドな、旗が上がっています、オフサイドです。残り10分を切りました。ベンゼマへ、うわースパー出したいな、
ベンゼマ。どうだシュート。オッケー。決まった追加点。フランス。なんかやっと点が入ってきたね。まあ一人少ないっていうのもあるんやろうけどな。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。ベンゼマ、当然ハットトリックということになります。あ、そうなんや。全然気にしてなかった。3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。アンヘル・コベア、流れを止めます。グリーズマンから左へ、自分で行く。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいましたね。シュート追加点。キーパー操作してんのかな。勝手飛んでたね。うわー、なんかもう変な流れになってるよ。5分もあんの。時間にすると何秒もないような一瞬の判断なんですけど、お互いのイメージがぴったり合った見事なゴールでしたね。ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですよね。さあフランス、現在圧倒的な強さを見せています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。主審時計を見ながら長いホイッスル。まあ勝ちゃええねん、勝ちゃ。素晴らしい勝利で見事突破を確定。これはサポーターも嬉しいでしょう。はい、ではなんとかね50コイン回収できたので、また次のガチャに臨んでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。